宮内庁は、秋篠宮眞子内親王殿下が、来月6日から11日間の日程で、南米のパラグアイをご訪問されることを発表しました。今回のご訪問は、今年が、日本人が、パラグアイに移住を始めて80年にあたるため、パラグアイ政府から招待されたものです。現地では、記念式典へのご出席、カルテス大統領ご表敬、日系の方々とのご懇談などが予定されています。眞子内親王殿下のご訪問は、現地の全国紙などでも大きく報じられており、記事には、パラグアイの方々から歓迎の声が多数寄せられていました。海外の反応。パラグアイは、熱狂とともに、プリンセスのご到着をお待ちしています。機会があったら、ぜひ、アルゼンチンにもお越しください、アルゼンチン。熱狂と、喜びとともにだ。特に、日系の人たちは、かなり元気をもらえるだろうな。やったー、嬉しい。旅のご無事をお祈りします。ありがたやー。パラグアイへようこそ、プリンセス。本当に素敵なニュース。私が愛する祖国に足を運んでくださってありがとうございます。この時期に来ていただけるのはありがたいね。日系の人たちにとっても、プリンセスにとっても素晴らしい機会だ。だけど、プリンセスは、この国の政治家と会わなきゃいけないわけだろ。その点に関しては、プリンセスに同情してしまう。召使いとして雇ってくれないか直訴してみようかな。会いに行きたいけど、難しそうで悲しい。やっぱ、アジア人は一番綺麗だと思うんだよ。姫様、こっちは、通話料金が高いから、長電話には気をつけて。なんかすごいニュース来た。まさか皇族の方がパラグアイに来てくれるなんて信じられない。今度は、パラグアイ人の移民を日本で認めてくれないかな。へえ。日本好きの私の友達なら、空港まで歓迎に行きかねない。報道によると、父君は、10年前にお越しになっているようだ。素晴らしく美しいプリンセスじゃないか。何かの式典で一度でも会えたら光栄だな。私は、プリンセスと一緒に踊ってみたい。へへへ。パラグアイの伝統音楽であるポルカも聴いてほしいし。日本が伝えてくれた農業技術は、この国のレガシー、遺産だ。悠久の歴史を持つ国を支えるとても勤勉な人々は、戦争で国が荒廃しても、幾度となく災害に襲われても、前進していけることを世界に示してくれた。日本人は、本当に尊敬すべき人たち。日系移民の人たちにとって、ものすごく意義深いご訪問になるね。パラグアイへようこそ、内親王殿下。プリンセス眞子に来ていただけるなんて、なんという光栄。パラグアイにとって素晴らしいニュース。きっと、プリンセスもパラグアイを気に入ってくれるはず。パラグアイに住んでるみんな、おめでとう。内親王殿下をお迎えできるなんてありがたいことじゃないか。母君と同じくらい綺麗なお姫様ですね。これは、国を挙げて大歓迎しないとね。私も、直接プリンセスにお会いできたら嬉しいんだけど。これは、国中が大盛り上がりすること間違いなし。なんてキュートなプリンセスなんだ。絶対に直接お会いしたい。美しい。プリンセス眞子に来ていただけるなんて素晴らしい。きっと、神様が、常にあなたをお守りします。お前ら、訪問が来月だぞ。まだ騒ぐのは早い。うわおう、あんなに綺麗なお姫様が来てくれるなんて、感激。